今月25日投開票の名古屋市長選挙に向け、電気自動車による投票の呼びかけが始まりました。一人乗りで人通りが多い駅前などでもスムーズに走れるなどのメリットがあり、電気自動車の活用は愛知県の市町村では初めてです。市長選には現職と新人合わせて4人が立候補しています。市の選挙管理委員会によりますと、昨日の時点でおよそ9万1500人が期日前投票を済ませていて、前回のおよそ 1.5 倍となっています。投票所の密を避けるため、期日前投票を利用する有権者が多いためとみられています。